こんにちは。広島市中区ミラクルガーデナーアースノアの天の川ノアです。普段はガーデニングをお仕事にしています。お客様から任されたお庭には神様や竜神様、天使さん、妖精さんといった目に見えない存在たちをお庭に宿すっていうことをしているちょっと変わったガーデナーです。今日はですね、笑顔について、生きる基本、笑う、許す、感謝するの笑顔についてちょっとお話しできたらなと思います。その笑顔なんですけど、今私最近っていうか、この生きる基本をこうコツコツも5、6年ぐらいしてますね。しだしてからやっぱりこう笑顔がいいねとか、すごい言って癒されるねとか言っていただけるようになったんですけど、それまでその生きる基本を知る前も自分ではこう笑顔ができていた、褒められることはあったのでできてたつもりになってたんですけど、笑えてないよって、心から笑えてないよっていうのを聞いた時にハッとしたんですよね。心から笑ってたつもりなんだけど、笑えてないの私と思って、なんかすごい衝撃を受けたことがあるんですね。で、皆さんもよく聞いたことがあると思うんですけど、こう笑顔のこう練習というか、こう笑顔を作るためにこう口角を上げましょうっていうのがあると思うんですね。口角聞いたことあるかな。あると思うんですね。で、最近私は教えてもらったことがあります。口角よりも目を笑うことで、その目を笑うって、今ね、こうマスク、これマスクです。マスクをしていると余計にこう口元を笑っても目が笑っていないと怖いんですよ。ちょっとね、書いたことがあるんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。これね、じゃじゃん、笑顔の顔、もちろんね、このにっこり口元、にっこり眼鏡じゃないわ、にっこりのお目目は本当はもう笑ってますみたいなね、感じですよね。じゃあもしこれが、この口、笑ってる口がもしへの字口だったとしても、ちょっと口はね、困り口なんですけど、目が笑ってるので、これも笑ってますよね。はい。で、もう一回さっきのこの子に戻しますけども、これ、もしこう、口角上げましょう、言うて、目がもし笑ってなかったらどうなるかというと、じゃじゃん、怖いんです。目点みたいな。こんな感じ。恐ろしくないですか？ね、よくよく考えてみたら、確かに目を笑ってなかったら怖いよねみたいな、あると思うんですね。で、なおさらこれまだ口が笑ってるからまだええんですけど、もしこれ口が笑ってないと、これです。ででん、やばい、怒ってないのに怒ってるみたいなことになっちゃいます。これよりはまだこ、あ、逆だ、こっちのがマシ、こっちのがマシなんですけども、これよりは目を笑いたいです。こっちの方がいいですね。こっちのがなんか良さそうでしょ。で、なおのこと、もうちょい言ったら、さっき言ったその最初のね、口も笑うともちろんいいんですけど、やっぱりこう目は口ほどにものを言うとおっしゃいますよねと。はい。なので、こう意識するのは目です。目を笑うことをぜひ意識してもらうと、なんか脳も誤解しちゃうみたいでね、なんか楽しいみたいになってくるみたいなので、ぜひこの目をね、にっこりするのを楽しんでくださいじゃないけど、はい、もう意識は目に向けて、最初はね、笑いにくいし許せないしって思うかもしれないんですけど、
まずはこう楽しいことでね笑えるのって、まあ、普通だと思うんですけど、まあ、普通なこともありがたいんですけど、あの本当にこう笑えるかっていう時こそこうあの自分のね心がこうざわつかないためにもこうあ笑おう笑おうっていう意識をちょっとこう目に持ってっていくと、あのその脳もね誤解しちゃうので、いい意味でこう心が穏やかになっていきますので、ぜひ試してみてください。そんな時にお花を見るとあって微笑めるのでお花おすすめです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメント欄にご質問ご感想などいただけたら嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしております。